レンジ色のがファントム4です。左のがファントム3です。私はファントム4を操縦していますが手放しです。今日風があります。こちらもファントム4です。今風に対してどれだけ安定するのかのテストです。ファントム4の方がファントム4の方が安定します。機体の形状とかが違うからなのか分かりませんが、ファントム3はフラフラ、これもフラフラしますが、やはり4の方が安定はしています。こんな感じです。